ンジャンプという運動をやっています。通常の筋トレはちょっと違って、動きのある、パラダイメトリックスという運動になります。筋トレというよりは、まあ、早く筋肉を動かすことのトレーニングということになってくるんですけども、タクインジャンプというのはこういう感じなんですね。こういう感じで、こういう感じ、飛んで中に抱え込む、これをタックインって言うんですけれども、このタックインジャンプ、これ何のために運動するかというと、ジムの筋トレではなかなかトレーニングができない部分がいくつかあります。その中がまあいくつかあるんですけど、首、足の裏の筋肉、それとこの中にある大腰筋という筋肉なんですね。この3つはなかなか運動できないので、まあ、首に関してはね、専門知識がきちんとあれば、まあ、トレーニングすることはまあジムでもできるんですけれども、まあ、大体アメフトの選手とかラグビーの選手とかそういう空手の選手かな、まあ、そういう人しかあんまりやらないですけども、で足の裏っていうのも正直やっぱり走るっていうことをね、しっかりやっていかないと、地面を走った方がいいです。ランニングマシンじゃなくて外の地面を走った方がいいです。その方が、まあ、足の裏は鍛えられますが、いわゆる普通のジムのトレーニングは、まあ、足の裏の筋肉っていうのはあんまり使われないですね。それとこの大腰筋、大腰筋の筋肉というのが、通常ね、短距離をものすごい速く走ればビョーンというこの使うんですけれども、大腰筋というのが胸の筋肉でベンチプレス上げるみたいなギューッというこういう収縮で力を出すような筋肉ではなくて、身長反射といってゴムが伸びてビョーンと跳ね返る、こんな感じ、伸びたこの張力でドーンという、そんなここに左右一本ずつある大きな筋肉なんですけれども、その、ね、ゴムのようなゴムが伸びて縮むような使い方をしなければいけなくて、決してここに重りを置いてギュッと上げると使えるとか生きてくるっていうものではないんですね。で、実際にはそれね、坂ダッシュをやるとか 100m ダッシュをやるということをやっていけばいいんですけれども、なかなか大人になってそんなチャンスがなく、まあ、そのね、室内で何かできないかということを考えると、このタックインジャンプになります。これは、まあ、走る時ほど後ろに伸びてはないです。体のラインから後ろに伸びた方がいいんですけれども、まあ、体のまっすぐなラインからどんどん速く使っていくということ、まあ、まず動きとしては、この手の振りをうまく体に対して連動させて使うということが大切になっていますね。手の振りを手を振り子にして、そこからこの振りを背中、腰、そしてそれでジャンプしたら、それがそのまま大腰に伝わっていって足が上がってくるという感じで、これをと使っていくんですね。これがまずうまく使えるようになっていくんです。これね、足を上げることだけを考えている人の場合、高く飛ぶことじゃなくて足を高く上げることだけを考えている人の場合、こうなっちゃうんですよ。まあ、こうやって確かに足は上がります。だけどそれはここから妙に縮んでるだけであって、まずこうジャンプするから一回伸びますね。伸びたところからボンと引いてくることがこの運動としてすごくいいところなので、まずこうジャンプを高くしなければいけない。これだと高くジャンプできないです。まず上足を高く持ち上げてあげる、高く持ち上げて引くということが必要なんですね。ですからこの振りこう動きとしてはね、こういうのありますよ、私、こういう。ヒンズースクワット。懐かしいですね、もう僕の年以上の年が分からないと思いますけれども、まあ、アントニオ猪木が特にこのヒンズースクワット、これを、この手の動きをこのまま、ドッといっちゃえばいいんですね。決して逆ではない、押さえつけないで、上に引いたその直後に上がる、上に引いたその直後に上がるという感じです。で、まあ、このね、大腰筋を今こういうジャンプで鍛えておくと、室内でできることとして鍛えておくと、意外と外で短距離を走っても意外に使えるんですよ。まあ、外で走れば外で走ればいいし、でも外でできない時に何をやるかというと、これをやるといいということです。で、これを1回じゃなくて10回連続でやってほしいんです。10回連続、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という感じで10回、決して息は上がっていません。ちょっと上がってるか、また失敗ありますけど、まあ、運動してもかなり大きなものがあります。今みたいに着地したら弾くような上げ方、
足の裏としては前半分しか使われないです。この前半分しか使われない、かかとをつくことは一切ないです。今の10回目がかかとは全然つかずにやっていく感じ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、僕も48歳頑張ってます。きちんととしてるね、まあ、中年でもできるぞというところを見せておきたいんですけれども、しっかりこの引き上げをしていくことが大切。1回じゃなくて連続でやっていくということが大切で、伸びた瞬間からまた使う、伸びた瞬間からまた使う。なのでまず10回は今みたいな流れで1回1回を切らずにやってほしいんですね。でドーンドーンと重い動きじゃなくてと弾く感じ、パツンパツンと弾く感じで、下にいる時間とにかく短くしてほしいです。短くしてパーンパーンパーンと跳ねる。今足元は軽いのがあるんですよ。音自体も軽い方がいいです。もう忍者かというぐらい軽く軽くトーントーンと行く方がいいです。それぐらい、まあ、足ちょっと見えてますよね。足の幅は着地の時は、まあ、肩幅ぐらいでいいんですが、もう一つ気をつけるのは上がった時に膝がこの大腰筋が弱い人の場合、こう多分そう、うーっとこう開いちゃう人です。上げてきてるんだけどうーって開いてる。そうすると大腰筋っていうのはこの大腿骨から腰椎のところついてるんですけど、こう少しハの字になったんですよ。こういう感じ縮めるとこっちに入ってくるべきなんですよ。これがこっちに行っちゃうとそれは縮んでないと。上がってるけど縮んでない、でも縮む運動をしたいので、こうアームカールがこういったのがあこっち行ったときの感じ、ね、そうすると意味がないので、膝を自分では閉じるイメージで、閉じるイメージで上げてきてください。上の中中にしながら上に上げるという感じで、膝をギュッ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 、まあ、今僕はちょっともしかしたら拳1個分ぐらい上げてるかもしれないですが、これは立ってる時もウィッて開いてしまうようだと、それはもう開きすぎて全く縮んでないです。ですからそこは自分で中に押し込むような感じの上です。胸のこの真ん中に向けて押し上げるような感じ。上からのレッド、そして、速い引き上げ、速い、弾み、これですね。その流れをとにかく速く連続です。連続でこの流れを連動させていくことが一つ、体の使い方がすごく重くなります。基本的には多分ね、どんなスポーツをやってもこれは動きはやった方がいいと思います。サッカーにしても短距離にしても、バレーボールとかバスケットボールとか当然ですね、そういうような、とにかく何でもいいけれども瞬発力を必要とするものは、やった方がいいですね。まあ、腰からお腹から、そして大腿の使い方、体の中心の使い方がうまくなるのでやった方がいいですね。まあ、そういう感じでまずこう軽くここから連動して速くやると1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今日はそんな感じでこの大腰筋のトレーニング、なかなかねやらない運動ですけども、大腰筋のトレーニングとして、タックインジャンプ10回連続という運動をやりました。これね、ぜひジムね、フリーウェイトスペースの、ところでやれば、まあ、それほど問題ないかと思うので、まあ、自宅でもね、あんまりどんどん言わないように軽くやってもらえばいいと思います。はい、ぜひ頑張ってください。パーソナルトレーナーのゆうじでした。